私が外務大臣だった時に私のカウンターパートだったポンペオさんという国務長官がいましたマイク・ポンペオという、まあ、画体の,あのこのポンペオさんという国務長官は本当にこう政治家らしい人で。 あのよく日本でも昔ニコポンと言われた、えー、政治家がいます。ニコニココと笑って肩をポンと叩く、えー、非常に親しみを感じさせる、まあ、そういう意味だと思うんですけどこのマイク・ポンピョウという人もニコニコとして「いや痛かったよ」ってこう,あのうもう本当に親しげに話しかけてくれるんですが会談をやると大事なことは何一つ言わない。 ヨーロッパの外務大臣たちと喋ってると今度のポンペオっていう国務長官は愛想はいいけどあいつ重要なこと何一つ言わないだろう,うんみんなそう思ってるんだなそれがある時二人で朝ごはんを食べて北朝鮮問題の話をしている時に彼がはーってため息をついたんですまあよっぽど北朝鮮との交渉が大変だったんだと思うんですね。それでいやー 北朝鮮との交渉大変なのは日本人みんな分かってるあんたが苦労してるのは我々よく分かってるから気にするなあの我々でサポートできることは何でもするからそう言ったらいきなりこう席を切ったように交渉はこうこうなんだっていう話をし始めましたそれ以来こうなんかぶっちゃけいろんな本音の話ができるようになりましたでそううやってるうちにまた ある朝飯を二人で食ってる時に今度は逆に彼の方から「おい太郎お前にちょっと個人的なことを聞いていいか?」「何何でお前いつもそうやって直線的な喋り方するんだ?」<laughs> そう言われて、えー、私もちょっと驚きましたけど「いやマイク俺はあのこの英語はアメリカの高校大学で勉強した英語だから学生英語なんだ」と。 外交官みたいにこう持って回った言い方なんていうのは分かんないんだそう言ったら彼ゲラゲラ笑い出してまあそれはお前の個性だからそれでいいんじゃないみたいなあのそれ以来ずいぶん2人で仲良くなったと思いますがあの本当にこれからの21世紀あの若い皆さん世界へ出て行ってもらいたいと思ってます。 で世界に出ていくためにはやっぱり英語ができなかったら勝負になりません。あのぜひあの外へ出て行って少なくとも英語で議論ができる英語でビジネスの話ができる英語で学問の議論ができるあのそうなってほしいと思います。あの AKB はなかなか海外へ行きませんけども。 BTS は一気に世界でヒットチャートのトップに立ったその違いいはは本当に僕は大きいと思ってますあの日本で世界に通用するコンテンツやあのサービスやらプロダクトいろんなものがあると思うのに結局1億2,000万人のマーケットしか相手にしてない70億のマーケットを相手にできない。 あのこれは本当にもっったないと思ってます僕はあの初当選した時にいずれは外務大臣をやりたいいずれは総理大臣をやって外交をやりたいと思ってましただからその時に何が大事かとにかく外へ出て英語でやり取りができなかったら通用しないだろうで例えば今日のクライマーズ40分のうち30分しゃべって。 10分間間の質疑応答そういうい時間割になってますだけどこれ海外へ出ると例えば1時間の講演をやってくださいと言われた時によく言われるのが10分しゃべってねあるいは15分だけしゃべってねで45分50分質疑応答をやってくださいというのが当たり前なんです。日本みたいに50分しゃべって10分分って質疑応答を いうでではないんですねもうどんな質問が飛んでくるか分からないけどそれをとにかくやらなきゃいけないで当選してからもう武者修行だと思って海外から講演のオファーがあったらあの行きましたもうあの国会のお許しがある限り断らずにどんどん行って多分相当とんちんン,ンだった時もあるんだと思います。だけどもうこの若いうちにトンチンな 恥をかいておけばいずれ閣僚になっていずれ首相になって海外に出るときにはもう練習済みになってるから今恥かいた方があの総理が恥かいたら国の恥だけども新米議員の恥は自分の恥だそう思ってどんどん出ていきました。ぜひ皆さんには若いいいうちから世界へ出てて行ったただきたい あの日本国内で満足せず世界へ出て行っていただきたいと思ってます。